れ運んでもらったら終わりか。さあ、行くか、次。うわー、なんだこれ、怖いな、ちょっと遊園地みたいなとこった。うわ、するんだ、オッケーオッケー。そうやな、これピンを打っとか、一応。え、なにこれ、ピンク、おー、羽根ピラミーだー、羽根国民のコンタリア。これどうしたらいいんだろう、ちょっと怖い怖い怖い、なんか一歩間違えたら死にそうなんだけど。抜けない抜けないこれ。なんだよね、向きが変わった。なんか意味があるの？え、なんか動きがよくわからない。なんだろう。え、これだよね、スイッチ。抜けた。は？何してんの？あれこんな感じね。掘ってる、なんか掘ってるけどないから。全然状況がわからない。え、だいぶ深いと思うんだよ。ちょっとそこ抜けて全員落ちて死ぬとかやめてな、ほんまに。ほんまにやめてや、みんな。掘りすぎんのよ。え、泣かない？自滅しようかな。どこ？絶対繋がってないだろこれ。待って、全然行き方がわからん。なんだ？こっちに行けって書いてるけどさ、コンベヤの向き変えて何になるんだろう。あ、向き変えるタイミングが重要そう。はい。でさ、一旦こっちに変えといて、これどうでしょう？お前が犠牲者になるんだ。え、跳ねて、わーってなって、おー、はい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 、じゃあこのタイミングだ。そしたらあいつが向こうに行く。おおー、すごい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 、レールを伝ってる。おお、あなるほど。でそっちに行って押してもらえばいいのか。この紙袋を押してもらえばいいのか。なるほど。ジェッペキをあっちに渡せと。むずい。行くぞ、頑張れ頑張れ。あ、最悪、めっちゃミスった。何したんねん。全員きれいに行かせるんだ。はいはい、完璧な通り。はいはいはい、楽しそう。めっちゃ楽しい。ずっとここで遊んどいてもいいよ。夕方には帰ってくるんやで。よっしゃー。で、待って、上には結局どうやって行くの？お前どこに行くの？あ、向こうに行った。一回行ってみるか、向こう。あ、ここにもまだ。いや、違うな。あ、おー、だからなんやね。ここか。ここに乗れればいいのか。うまく跳ねて、ここの風に乗れば、そういうことだよね、多分。あそこの風に乗ることさえできれば、え？ってことは、すごくいいんじゃない？はい、からの、よー、来たー。おい、来たぞ、新しいベコマンが。花になったまま過ぎちゃったかな。いけい。陽気だいぶだいぶ陽気だな。飛んでる。こんなピクミンもいるんですね。早速調べてみましょう。羽ピクミン。羽ピクミンはその名の通り、羽が生えていて空を飛びるのだ。と当然物を運ぶときも飛んだままなので、歩いて運ぶよりも近道を通ることができる。はいはいはい、攻撃力が低いと空中戦になるよりも得意だ。へえ、それついに空にまで進出しましたね。でもこのピクミンに手伝ってもらえば救助は完成。確かに楽になりそう。よろしく。いや、これ岩ピクミンもそうだったけど、こいつらも初なんだよな。すげえ飛ぶんだ。これどうなるの？これ落ちるとかって概念ないの、この空には。あれ、すげー。よろしくなー。お前たちがいればなんか勝てる気が。え、大丈夫？おい、頑張ってこい。お前ら、お前らには羽がねえからな。この段差はどう頑張ったら飛び越えれないんだろうな。ほら見てみろ、こいつは。この子たちを見習え。ほら見ろ、まず進化するんだ。君たちには耳が生えている。その耳を羽に変えるんだ。化け物誕生するって。わかるか。ほらこうするんだ。ほら見て学べ。ミスター投げちゃった。お前たちも鼻、お前たちもその鼻を羽に変えるんだ。頑張って。バーン。まだ、もう一回ある。羽ピクミンにマジは死んでほしくないな。これ何すか？あ、水か。やばい。やべ、大丈夫？みんな。待って、やばい。これ、待って、やばい、やばい、やばい。あの子たちやばいかも。羽ピクミン助けてやってくれ。
あれはどう頑張ってもでも助けられる気がするな。この子確認。うわうえあああああ。またハメピクミン増やせる。いいね。ハメピクミンかわいい。ちょっと現実で出会ったら一番嫌な見た目してるけど。このスイッチは押せない？あれ？困ってる？あ、そうだよね。これスイッチ押さないと話すんだろうね。柵を下げてあげないと。あー、折ってーん。これ折ってんだ、押せるのか？あー、そういうこと？はねぺこめ。はねぺこ。あ、違うの？え、なんか全然違うかもしれない。え、全然違う道で行けるかもしれない。何それ？何をするそれ？それは一体何がどうなの？それを回すことにして、これ何がどうなの？それ回したらどうなのこれ？何をするこれ？あ？あー、そこが。え、待って、これさ、ハネピクミンが必要ってこと？みんな困ってかわいい。リ優秀。怖くないんかな、そこ行った瞬間に。つっかえてやれなくなったらどうしようみたいな。俺だったらそういう思考になっちゃう。ケイでこれを踏んでいくと、ケイ。危ねえ、ギリギリ。いや、待って。ハネピクミンのこれ大丈夫か？完全に当たらんか？全然大丈夫。これやっぱ突撃させるべきだな。圧倒的突撃の方が強い。これで全部か？そうなんだ。あ、なんかこんな鉄骨あたりがあったんだ。これで終わりか？終わりっぽい。オッケー。さあ、次ボスかな？回答的に最後っぽい。でもなんだこのディスコのボス。ピクミン3で空飛んでるボス見たっけ？何これ？なんじゃこりゃ。めちゃめちゃディスコ。遭難者いるけど。え、こわ。雲かこれ。何これどうなったの。雲臭いね。これは先手取ったもの勝ちかも。いけ。めちゃくちゃ臭い。うわ、おー、雲だよね。雲だよね。何これ。何雲キャノンこれ。やばい、ディスコ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 、ディパリピクミになっちゃった。何何これ。毒混乱してる。こうなったら原因だけはっ、4つけるしかない。え、二度と解けないの、倒すまで。やべえ、楽しそう。ラスティーキル、やばい、倒さないかこれ。見境なしでやられるんだ。これ全員がパリピクミになったらやばくないですか。えぐいですよ、えぐい。楽しいこのボス戦。今までで今ああ、ボス終わった。パイロットじゃないよな。ベジタリアンか。環境生態学の研究に取り組んだ学者。ウェイとピクミンの関係性に興味があり、その生態を現地で確認する。それはちょっとなんか新しい技術の発展に触れてみてほしいな。なんか新しい開発してくれないかな。ちょっとなんか新しくうちの科学担当と一緒に何か発見してくれよ。ひらめきが欲しいです、それは。あ、ちょうど引きしようか。まあ、残りのアイテム取れるとこ取って帰ろうか。あ、そうだ、これ中途半端に終わらせたんだな。てかさ、この子、大丈夫なの、これ、地上で。やべ、待って、やべ、おぐねー、普通に動いてきよる。まあ、このモアイ像をゲットするか、とりあえず。よいしょ。何匹出てるか、20匹か。
まあ、戻ってきゃ余裕だ。やばい、怖い。マジで水で怖い。これ運ぶのさ、何やこれ。どの道通っていく感じ。え、待って。ここにも地下ある。